って、ね、今ひもを曲げて、しっかり作っていきましょう。開いてこの手を、まあもう何度もやってる人は腰の回転が一挙動で行くようにこうステップだ、1、2じゃなくて腰が動くのをちょっとこれから意識する。2歩動かすけど腰がステップを分けます。じゃあ何でしょうか。とりあえず、まだ急テスト受けてない人はもうこのまま対象者から。いや、本田さん次4球じゃん。本田さん次3球です。4球です。よし、4球来て、あ、次だから、はい、片手の時は前足後ろ足です。そーっと回して、ここの指がついていかないようにクッと、で人差し指で相手の後ろ側最初かけてる時に会場の関節の状態をまだ初心者の方分かんないと思うので、ゆっくりやってあげてください。かといって受けは下げにご一緒です。ちゃんと痛くなってからまあ、後ろ足をこう下げると比較的速めに、はい、よいしょ。5より3の輪の目で同じ動きで横に挟む、これだと全部離れるので今度近づく。離れてるから近づくって言うんですけど、ちょっと一緒にこうやって近づいちゃうと、これはこういう前に引っ張らずに壊れるのが、まあもう今日初心者としてはね、一度四方投げはこう入ってきた、入ったら外側の足をなるべく回して揃えて、耳と肘つく、自分の指が背中重なるようなこの姿勢になったら避けられる。怪我というか怪我をしない、必ず受けてる時に防止しない、こういうふうに技が入ってきたら
自分から防御性でいっちゃってください。はい。前足の方の手が上に来る。上に来た方が下で、これ足と一緒です。この時、こういうようにこういう肘抜きながら、こういう回転をつけると、こういうふうに。このまま、合わせて倒して、上と下。で、あとは。これはあんまり気にしないです足はすっと抜いてでこれ肘から吸収するで手はですね、最初のうちはやりにくいんです。相手の後ろに乗っていくと相手が倒れやすい。技としてこれ本当はね、こっちに顔の前に後ろの方よりわけわかんなかった。ウォームアップでやってる人はもうすでにやってるから後ろで前手が畑を落としながらこっちはこの軌道を確定させてこういうふうに確定させればこれは自分が当たんないそれをしっかり前でウォームアップで本当にここまで今はもっと変えてないこんなに投げですけど横面打ちなんで結構本当は深く避け、深くっていうかこう低く避けないと本当はいけない。あんまりスパッてパチンってやったら本当にこういう感じ。はい。よし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 。